改めて大きな拍手お願いします。よろしくお願いします。磯村さんやっぱりお客さんの距離超近いでしょ。近いですね。近いですよねこれね。確かに近いですね。一番後ろまで顔見えます。<い>じゃまずは、はい、一言ご挨拶もらってもいいですか。はい、えー。皆さんこんばんは。えー、っと学生の皆さんなんですもんね。あの非常に嬉しく思います。あの若いね皆さんに見ていただきたい映画でもあったので。 えー、今日は短い時間ですけどよろしくお願いします。よろしくお願いしますじゃあお座りになってお座りになってください、はい、であのお水なんかもあるんでゆっくり飲んだりとかしながら座りになってくださいまずはですねこのニュース私の方からお伝えさせてください昨日発表になりました第36回東京国際映画祭でコンペティション部門に出品されていたこの映画「性欲が」見事観客賞と最優秀監督賞ダブル受賞しました これめちゃくちゃ嬉しくなかったですか。いやどうでしたどうでした。した嬉しかったです。すごく、えー、あの連絡来た時に喜びましたね。あのまあ岸監督のね監督賞もうこれイコール作品賞だと思いますし、うんあ、何よりも一番嬉しいのはやっぱ観客賞なんですよね。 どの映画祭でももちろん最優秀作品賞とかありますけどやっぱ観客賞が一番もらったあの参加した,僕,た僕らも嬉しくて観客の声が一番大切だと思うのでうん、うん、そういった意味では本当にあの2つともダブル受賞ということでいいスタートが切れるんじゃないかなと思ってます、はい、まだ監督には連絡とかしてないんですかあもううすすぐ連連絡絡しししままたど,どんな感じででおめでとうございますって あのいいスタート本当に今言ったように「性欲公開前にこのような形になっていいスタート切れそうですね」ってあの連絡しましたそしたらすぐに連絡来なくて次の日の早朝に「すいません爆睡してました <laughs> 連絡遅くなりました」<laughs> <laughs> なんか現場がクランクアップだったみたいで別の,別の現場がそ,それで僕は夜に送ったんですけどはい、はい 全然帰ってこないなと思って朝起きたら「すいません爆睡 <laughs>、うん、してましたごめんなさい」みたいな「現場で」みたいな「お疲れのところすいません」みたいなの送ってだから監督も喜んでましたね。でも本人は喜ぶ間もなくその時は何いなって,寝てたんだろうなっていうその辺もちょっとなんか監督っぽいこう人柄が出てくるほっこりするエピソードないうかね。 なるほど、ね、そういうところが可愛いんですよね。えー、監督ね。はい、えー。見事ダブル受賞しました。さあこの勢力皆さんご覧になったばかりということで、今からですねその磯村さんにあの SNS で事前に募っていた質問これをぶつけていきます。あと見終わったばかりのお客様からぜひこれ見終わったばかりの感想と質問もまあ交互にこうね受け付けていければというふうに思っておりますので皆さんね、はい、考えておいてください。じゃあまずは SNS から一個いきますよ質問。はい の撮影を終えて何か得たものはありましたかあともう一つ義道を演じて物事の考え方や捉え方に磯村さんの中で変化はありましたか、うん、えー、っと見終わった後に僕はすごく温かい気持ちになったんですねあの。もちろん突きつけられる現実っていうのはすごくこうどしっと。 あのでも僕はなんかまあ吉道を演じてるからだとは思うんですけどなんかまあ夏木と出会って自分のことをこう認めてもらう存在っていうんですかねなんかそういう人が近くにいたんだっていうのを見て僕は自分自身をとにかく大切にしようってすごい思ったんですよね。あの自分の持ってる価値観とか そそれこそ隠したいこととかマイノリティでもいいんですけどそれをまずは自分が認めてあげてあの大切にしなきゃなって僕はその参加してそして見終わった後に思いましたね改めて思った、うん、そうかご自身が撮影したところ以外のところでまだ初めてそこで見るシーンも結構たくさんあったわけですね。そうでですねねありました、ね、だからあの本当に映画でも全全員員登場人物全員が ものすごくこう魅力的に映ってる映画もそんな何か僕は少ないんじゃないかなと思っていてその中で「性欲」は参加者全員が本当に輝いて見えてそれは岸監督の,あのまあ撮り方であったりとか編集もそうだしあとは演じるみんなの多分最後まで行ききって。 だからこそ出たもんなんだろうなと思って本当にみんな,なんかすごく素敵だったなって愛おしかったなって思いましたねまあもっともっと一人一人をもっと掘り下げた感じの作品スピンオフっていうんなんかいろいろ見てみたいかなぐらいのキャラクターの魅力的なね、うん、皆さんがねお客様からもちょっとじゃあ一人ちょっとあの感想質問とかある方あ、はい、いきなり上げたかはいはい。はい 今学生あ大学院に通ってるんですけれども映画を見させていただいて想像以上に深い内容でしたありがとうございました1点お伺いしたいんですけど撮影での秘話をお伺いしたいんですけどあの奥さん役のあ新垣さんと一緒に水のシーン動画とか撮り合ってたじゃないですかあれすごい濡れたりとかもしたのかなって思うんですけど実際のシーンってこうどんな感じだったのか撮影現場。 お伺いしたいです。いい質問ですね。<laughs> 来ましたね。<laughs> 来ましたね。なんかちょっと大学の講義みたいな感じです,よね,そうですね。なんか、確かに。<laughs> でも、講義する価値なんてないですから、<laughs> 僕には。えっと、そうですね。あそこの。夏希とのシーンは。あの、ものすごく楽しくて。あの、結構、何テイクも撮ったんで。すごい、お互いびしょびしょになりながら。あの、動画を回してて。で。実際にカメラを。 僕らも渡されてこれもあの後で使うからいい角度で撮ってねってプレッシャーをかけられたんですよ <laughs> はい、はい、だからちゃんと新垣さんを美しく撮らなきゃと思って <laughs> ちょっとそれも考えながらやってましたけどね <laughs> でも自分もちゃんともちろん演技やってるわけですよねだからまあ新垣さんというより夏樹をあそうそのいい表情を抑えようっていう考えであの 撮ったりしてましたね。だからお互い取り合ってましたね。相当はいはしゃいでました。はい、<laughs> 見ててもすごく楽しそうな2人でしたけど、うん、本当にやってても楽しかった。楽しかったですね。<ー>で、水のあの蛇口ってあの公園の蛇口ってちょっと回しただけでバーって出るんですよ。で、その調整が難しくて、あの最初テストかなんかにやった時に回しすぎて。 もうすごい上まで行って木までなんか、木の葉っぱにかかっちゃって全部それかかってきちゃったんですよ水がそれだとあんまり絵的によくないからもうちょっと抑えてくださいって言われて本番、えー、とめちゃくちゃビビったんですよ僕はピュッて出したらヒュッしか出なくてもう一回みたいなほんとヒュッしか出なくて「<laughs> くてさっきめっちゃむずいじゃん」みたいなこの蛇口の加減みたいなのは。 ありました、ね、なるほどであれはもうじゃあまさにぴったりのところにくってなったくっ,ってだからもう感覚でもう次はもうしっかり切ってなるほどねめっちゃ高かったです、ねはい、いい質問いい質問いい質問,いい質問でしたありがとうございますじゃあ次は SNS からいきますよこれねこんな質問が SNS に寄せられておりましたあってはならない感情などこの世にはないからという、ね、印象的なセリフがありました磯村さんこんな感情が自分にあったんだって驚いたことって今までありますかっていう えー、いやー割と自分は何ですかね沸点低い人なんでそうですかうんだからこんな感じなんですよ普段からだけどなんか何ですかねあるかなでもなんか今まで結構あのー、一人でいる時間とか好きなタイプなんですね で人に誘われても、ああ教育の嫌だなと思ってごめん行けないわってやってたんですけど、はい、最近、なんか人が恋しくなって<え>人に会うことが、はい、だからそのなんか感覚って今までなかったんですその感情が、はいはい、それはびっくりしてるかもしれないですなんか誰かと一緒に出かけてみたいなとかなんか出か出けたより会いたいなみたいな、はい、ご飯行きたいなみたいな。 ランチ行きたいな行きたいなみたいな。それ役者仲間とかだったりとか。そうです。とか、かな、まあ、人、うん、なんかそういうの多いかもしれない。ちょっとこれ、言えいのね、ちょっとやめとこうかやてとこうかな。そうです、分かりました。いろいろ、そうですね。解禁とかいろいろ引っかかってきちゃう。ああ、あるんです、やめときます。でもランチ行ったり、人に会いたくなったら、俺、こんな感じはあったんだ。あったんだ、みたいな。なるほど、分かりました。 客席から行きましょうかかんあ今そうた。じゃちょっとマイクはい。おこれはまあはい。はい、マイマイク持っていただいて。学生<ー>はい。何年生とか高校二年生。あ校二年生。ここ制服はい。<ー>えっと今回のこの社会がえっと東京国際画祭で一度見させていただいたので二<っ>度目だったんですけど、えー、すごい内容が正直最初難しかったんですけど。 さらに今回深,深く理解できたなと思ったんですけど、えっと、質問が、そのさっき出会いたかった人が近くにその夏希みたいにいたっておっしゃったんですけど磯村さん自身がその学生時代とかに会えてたらよかったなみたいに思う,人思うような人っていますか 映画ライターの方の質問みたいですね<や>。<ん>ですね。今、高校2年生と思えないですね。<laughs> え,ー、え高校時代、まあ、学生の時に出会えときたかったなって人ですよね。<laughs> 先生、困ってる今。こういう質問、なかなかないですからね。ぐっときましたね。いや、ぐっときましたね。ええー、でも、どうですかね。結構、僕はその友達とかにかなり恵まれて。 来たんですけど、そう思うとよくこうドラマとかで登場してくるあの熱血教師みたいないるじゃないですか。あれって皆さんの周りにいります？いたっていう人熱血教師も超熱血いたとかって。あいるにはいるんだ。あ,あ,あいるいるいる。いるいるなんかものすごく寄り添ってくれる熱い先生みたいな人はい,いた。い,たいる人もいるか。うん、僕そういう先生はいなかったんですよ。 んかそれほどよく見る熱いなんか感じこう昭和気質な感じのみたいな先生に出会ってなかったんでそれはなんか僕はちょっと会ってみたかったなっていうのはあるかもしれない結構僕は先生とこうぶつかることもあったんでなんかそんな時にこう気を許せる先生っていうかがそばにいたらまた違う。 価値観が生まれたんだろうなとか学校生活の感覚も変わったんだろうなって思うんですよねでも今その人がじゃあ絶対必要だったかっていうとそうじゃないかもしれない <laughs> 自分の今の人生も満足というかいい方向だと思うんでうん、うん、そういう先生に会いたかったっていう感じですかねちなみに高校2年生の方はなんか今出会いたい人とかってこんな人と出会ってみたいとかってあるんですかね人生でうんこの先出会ってみたい 先生,先生じゃなくてもいいですけど、難しい急に。ごめんね、急に聞いちゃって、難しいからなこういう人がいたらいいなとか、ね。いたいた吉沢亮いたらいいなと。いや、いいでしょうね、いたら,い,たらいいで、いいでしょうね、吉沢亮さん,さんいたらね、楽しいしね、かっこいしもしいしね。 考えてる。<laughs> <はい S 1> じゃあ、また思い、思いついたら、確かに、思いついたらね,<う>ね,ね。さあ、じゃあ、S. N. S. から、こんな質問来ております。ええー、あ、この質問来ますね。磯村さんにとって、そのバウンディングの主題歌に引っ掛けて、あの。呼吸のように。うんうん、なければならないものって、何ですかって。うわあ。呼吸のように、なければならないもの。はい、人。人。 やっぱり一人では生きていけない。<laughs> と思う。<laughs> っていうか結構自分一人で、あのー、生きていけるところもあるんですけど結局はそれはも家族でもいいですし例えば先生とかもそうだし友達もそうだけどその周りの人によって自分の人格とか、あのー、行動とかって。 結構変わってくるなって思っているんですよね。まあ、それが環境になるのかもしれないですけど、そう考えた時に、人との出会いっていうのはなくてはならないものなんじゃないかなってすごく思います。それはやっぱ自分も学ぶこともあるし、相手が自分の自分を通して学ぶこともあったりするので、人との出会いはなんかなくてはならないんじゃないかなって思いますね。うん それさっき言ったなんか最近人に会いたくなったとまたそれとは違ううそそですれとはまた違う僕もこう学生の頃にえと劇団に入ったりして本当に70代の人とかの本当年配の方と出会って今があったりもあるしえまあ仕事でいろんな人に出会ったりしてっていうのもあるんでまたなんかその人に会いたいなとは違うんですけどそれによって僕もいろいろ変わってきてる部分もあったりするから。 人との出会いは本当なくてはならないんじゃないかなと思いますね。うん、人、分かりました。じゃあ、客席で、ああ、じゃあ、じゃあそのいうふうにいていきましょうか。ね、今、人とおってたら手を叩いてらっしゃいましたあじゃあ。マイク遠いです、すいませんね。じゃあ、わいやわ渡していただいて、ま、回していただいて。ごめんなさいね、さっきのね。申し訳ないちょっとはい。 学生さ何年何年生？大学四年生なんですけど、と友達の佐村さんファンで、ありがとうございます。感想聞きましょうかこの映画。感想えっと佐村さんのすごい声が好きで、ありがとうございます声のを聞いてて私もわってなってましたずっと。ありがとうございます。なるほど声がとにかく好きそれでもいいんです。質問いいですか？もちろんです。なんか。 ファンあの芸能のお仕事を磯村さんはされていて、えっと、今回演じられたのはこう欲をこう消費する側だったと思うんですけれどもなんか磯村さんのお仕事ってある種こう欲の対象だというふうにすごく感じていて、うん、なんかその今回演じられた欲の消費者っていう部分と本来のお仕事であるこう欲の対象者 っていう部分でなんかこの俳優っていうお仕事に関して何かこう思ったところとかなんか視点が変わったっていう部分とかってありますか学生の皆さんの質問 <laughs> 面白いですね <laughs> これ欲の消費者と欲の対象者ですよそれを一人で今回はねもともとそうですね、うんえー ライターとかやったほうがいいよ <laughs> 大学4年生だからもうこれからでしょうね考えてですね、はい、えー、確かにあの僕らの仕事はね対象者になりますよね欲のでうんだから今よくね僕は嫌いな言い方なんですけど僕たちはよく商品って言われるんですよね 僕はこの言葉大嫌いなんですけどでも商品って結局消費されるものだし、まあ、例えばそれが食べ物だとしたら食欲の対象にもなるしうー買う欲の対象にもなったりしてだからそれは仕方ないことだと思っていて消費されていく仕事だし誰かの欲の対象になる仕事っていうのは、まあ、僕,ら僕の中でも割り切っているというか。だからこそ まあ商品のその言葉を皮肉としてんだろうな生かすとするならばちょっとフレーバーを変えつつ長く愛される商品でいたいなと思うんですよねもし商品という言葉を使うのであればねだからなんか消費される生き物である限りえとゼロにはさせないみたいな。 そううい考えでやっっっってててる感じでですすかかかねねちょと難しい合んのも質問がガチできてるからもう完全にガチでそれはだってなんか変にね丸くしすぎてもう嫌じゃないですか言葉言葉選びたくないんでまっすぐ伝えましたけどちょっとまあそっか記者さんいましたね今もうね指がカタまあいいですよ全然書いていただいてそれは。だから そこはもう覚悟してやってるからだからこそ消費されないようにやってるかもしれないうん君もそれはメンタルフィジカル含めて自分の価値含めて守りながらやってますねそういう考えでいますはいよろしくお願いします、はいはい、せっかくだからお客さんいろいろね質問あったんでちょっと感想ですじゃあそのじゃあ後ろのあじゃあその白い服の方いきますかはいはいまだもうちょっと時間ありますからねいきますから、ね、次もね、はい行きましょうじゃあまず映画の感想からいきましょうかはい えっと、今回こういう試写会っていうもの自体が人生で初めてで,で大好きな磯村さんの試写会に初めてで参加できてよかったなっていうふうに感じます、うん、ありがとうございます映画はなんか終わり方がすごい難しくて映画終わった後でも考えさせられるようなものだったなっていうふうに感じました、うんうん、で質問はすごい前回の方とかが <laughs> 難しい質問だったなんかありきたりになっちゃうんですけど、うん その撮影で一番印象に残ってるシーンとか楽しかったシーンとかをお聞きしたいなっていうふうに思います。うん、えー夏樹とあ再会して、えー、と一緒にこう暮らし始めるところはあの結構朝起きてお互いが部屋から。 でリビングに集まってそれぞれ自分のことをやるみたいなそういうシーンだったんですけどそこ結構監督があのカットをかけなかったんですよずっとだいたいここで終わるだろうなって台本上では「ここまで」って書いてあるんですけど一向にカットかけないんですよだからまああそこって正直もうアドリブになってくるわけですよでも やりすぎてもダメいわゆる日常としていかに自然に自分たちのやることをやれるかみたいなところででカットかかんないなで僕はトイレに行くっていう動きがあったんでトイレに行ってカットだったんです本当はでもその間もずっと回してたんですよだから俺はトイレに実際に入ってあこれ続けた方がいいなと思ったから なぜかわかんないですけどトイレを流すっていう作業をして <laughs> 一応音までリアルにしといた方がいいかなと思って音流してトイレから出てきてっていうような動きにしてで荒垣さんも荒垣さんでずっと自分で動いたりしてたんであれはなんか結構ヒヤヒヤしましたねあ何しようみたいな確かにトイレ行ったら次何やるかなみたいなでとりあえずキッチンで。 なんかコップでも探すかみたいな,なんかすっごい頭を使ったっていう印象がありましたね<ー>なんかだからドキドキしましたあのシーンはでも多分そういうところを監督は撮りたかったんでしょうねなんかそうなんですよねいや, <laughs> いや岸さんが結構あのカットをかけない人っていうのは分かってたんですけどまさかここのタイミングに来ると思わなかったんで大体分かるんですよあのここカット多分あんま 早くしてこないなっていう時はわかるんで、だいたい構えるんですよ、考えるんですけど、そこは本当に油断してましたね。超何気ないところでいきなり長回しになって、長マシになって、<ー>わみたいなもあ,ありました。はい、ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃああとにも、あ、じゃあ、あそ,その白いなんかあの早かった、ったご,ごめんなさいね。あともう一問ぐらいこの後行きたい。 映画の感想としてはあの夏木さんと吉道さんが出会ってからの二人の変化がとても細かく書かれていてそれが素敵だなと思いました。質問としては私が一番感動したシーン心に響いたシーンがありまして、えっと、ベッドの上で二人が抱きしめ合った時に「あ,あ私ここにいてもいいんだ」っていうことを多分夏木さんがつぶやいたと思うんですけどそれって多分誰しもが かけてほしい言葉だと思うんですよね。あなたはここにいていいよって。もし磯村さんが生きてきた中で、とかけられて嬉しかった言葉があったら教えてほしいです。お願いします。なんて素晴らしい感想と質問なんだ、ね、本当にね。い。い,い結び結び方ですよね。<laughs> こう持ってき方が。<laughs> はい、えー、そうですね。何かな。 あそうですねなんか難しいですねど,どれだろうな,なんか僕はそのヤクザと家族の時に、えー、藤道師と監督からその監督と役者は 夫婦って言われたんですよね僕はその言葉がすごく残ってて夫婦だからこそぶつかる時もあるし理解し合える仲だからだからそうやって歩んでいきたいって言われた時になんかふと肩の荷が下りたというかもちろんなんか、ね、現場を動かしたのは監督だから役者は監督の、ね、指示に従うのもあるんですけどそれだけじゃなくて。 役者からももちゃんとこう話ししてもいいし相談してもいいしそういう中でいようよっていうのがすごくいい言葉だなと思ってそれは監督と役者の中だけじゃなくてもちろんスタッフ間であったり役者の先輩ともそうだけどそういうふうにあのちゃんと話し合っていこうよっていう考えが僕はとても素敵だなと思ってだから結構昔の時代って一方的に。 上司からの、えー、言葉とかを全部鵜呑みにしてやらなきゃいけないとかそういう時代だったけれど今はもうそうじゃなくてやっぱもういろいろ若い子たちもちゃんと意見を言っていい場がちゃんと作られてきているからこそなんか一緒に作っていくっていうことを意識していかなきゃいけないなってその時教えてもらいましたね。とやる人は 最後にもう一問ぐらい、ああ、じゃ、あごめんなさい。その。申し訳ない。これ時間。今、はい、大学生。大学三年生です,ですか。はい、えっと、この映画を見ている間にずっと考えてたのが。その自分の欲を。に正直になった時に。それをなんか、どこからが犯罪で。どこまでが政府なのかっていうのを、ずっと考えながら見てて。 それがの線引きはすごく難しいなって思って私はその人を傷つけたり何かその誰かに <laughs> あの迷惑をかけたら犯罪になるのかなって考えたんですけどでもなんかそれでそのこの映画があの皆さんに届いた時にその理解の仕方によってはなんかその犯罪になっちゃうことも認められるって思う人もいるのかなってちょっと怖くなったんですけどでも。 なんかそ,のそうやって考えてることが自体がそのどこからが犯罪でっていうことを考えて見るみる見れたので、私はだからこの映画はすごくたくさんの人に届いてほしいなって思ったのが正直な感想です。えー、っと質問は磯村君は何フェチですか質問急に違いますびび、ね、びっくりしたやっっっくくくりりりりしししたたたや びっくりした磯村さんはどこからが犯罪でどこからがって来るのかと思ったら今どこからねどう思いますかって言われたらこれ難しい答え難しいなと思ってフェチですかってきて急に,き急に最後ふわっときましたねびっくりしましたね,ね <laughs> でも俺のフェチも場合によっては方に触れちゃうかもしれないせんねあもう分かりませんよだから、ね、あかええー、と <laughs> 僕は匂いですね香りが好きすごい好きなので嗅覚<ー>が僕鋭いんですよ そうですかだから街歩いててもあコーヒーのなんか匂いするなと思ったらなんかスーッと行っちゃうしなんか中華料理屋のなんかラーメンっぽい匂いするなと思ってじゃあ今日夕飯中華食べたいなってなったらマップ見ずにあの匂いだけで中華屋さんに行けるんですよ <laughs> じゃあ明らかに歩き方が多分こういういやってます、ね、顔先行で<笑><笑>それぐらい僕匂いに敏感ですだからすごいいろんな通りすがる人の匂いとかも み、あの、嗅いで、あ、いい匂いどうで、こう、見ちゃう時もあります。本当に普通に。そうか。普通、なんか見た目とかで、は、じゃなくて、匂いで、こうって振り返る。匂いですね。だから、僕、目つぶってても、多分、あの、こうやって、やりながら、歩けると思います。あ、それはないな。ごめんなさい。それはない。わそれはなかったわ。匂いフェチ。匂いフェチですね。最後にふさわしい質問でした。ね。とても素敵な感想ですし。うん、これは、なんか、三十分ぐらい話したい内容でしたね。 ちょっと時間短かったですもうお時間来てしまいました最後にね今日まさにねこの映画を見終わったばかりの学生の皆さんそしてこの映画を楽しみにしている皆様に一言い言頂いてもいいですかはいえと本当にあの今日ねこの夜の時間帯にえわざわざ応募してくださってそしてこの性欲をねえ見ていただけたことをとても嬉しく思いますあのまあ数人しかちょっと感想は聞けなかったですけど学生さんたちの見ている視点っていうのがうんと大人のなんかこう 僕らの世代と近い人とまた違う感覚でなんか見ているんじゃないかなとも感じたしあのとてもあ感度が高いなと思いましたその映画を見る感度を含めて多分世の中の切り取り方ももしかしたら僕らの世代よりもっとなんかアンテナを張って見ているような気もしたのでなんかそこが今の皆さんの世代のなんかとても強いところだと思うしこれからの時代を絶対皆さんがあの この日本含めですけど築き上げていくのでなんか僕はすごい心強いなってあのこの皆さんを見てね思ったんで僕は僕なりにちゃんとあのみんなが生きやすいようにあのしっかりと開拓していきますんであの頑張んなきゃなっていうふうに思いました、えー、本当に本日はありがとうございましたありがとうございました。